はい、こんにちは。こんにちは。久しぶりの杉山聡さん。で、ちょっと呼んでもいないのに来た森田先生です。Hello there. パンカーン。今日はあまりちゃちゃ出さないで。ちゃちゃ入れないように。はい。買ってね。ハウス。ハウス。で、今日はメインはとか、もう今日もう杉山さんが本を出されて、それの、まあ、紹介と宣伝なんですけど、はっきり言ってね、宣伝する気ないです。なんで？だって、今日、動画を撮って、それによって売り上げがボンと上がれば、あ、うん、なんか撮ったなっていう気になるけど、うん、もうそもそもすでに、もうバカ売れしてます。で、なんつったって、発売前にも増刷が2回かかったんですね。そうなんですね。で、発売後にさらにもう1回増刷がかかって、で、Amazon 順位がずっと100何位、全書籍ですよ。うん、あのコムドットの写真集とかも含めて、そう。あの 100位とか、私も一応本出したから分かるんだけど、私の場合は、まあ、発売直前と発売数日まではピークで、それ以降順位は下がってくるのに、全然下がってないですね。うん、いやもう、この動画でまた上がると。いや、そうなってくるのかもしれない。よく分析されてるな、まあ、売り方。で、これ、データ分析の、まあ、いわゆるデータをどう分析するかっていう本で、で内容がか本が460ページで、私は360ページぐらいまでしか読んでないんですけども、あのそう簡単にスイスイ読めるというわけではないです、正直。難しい数式もいっぱい出てきます。で、まあ、一応ね、こうあのあれ出来の悪い中学生がアンダーラインを全部引いちゃうのと違うように、付箋貼ったんだけど、ちゃんと一応読んだ。さっき読んでるふりするために貼ってましたから。ね、やめようやめよう。ちゃちゃ入れると、ラリオとして忘れちゃうからね。で、まあ、私がじゃあちょっと読んで、ああ、なるほどと思ったあたりをね、少し紹介しながら、まあ、要するにデータ分析、データってのは、あのいわゆるビッグデータ、うん、もう大量のデータをどう分析していくかっていう、ね、そうです、そうです、うん、あの。コンビニなんかで、あの年齢ボタンを押すとかっていうのを、あれだと、やってたらしいですよね。やってましたよ、でも、今はあの働いてた、あんまりやってないらしくて、なんでかっていうと、正解率が低いから。じゃあ、なんで正解率が低いってことは、正解が分かっている、うん、なぜ分かるかっていうと、うんうん、ポイントカードみんな使う。あ、なるほど。だからもういちいち店員が推定で年齢を押す必要はなくなっちゃう、うん、まあ、ああいったデータをたくさん集めれば何がどう売れるかっていうのを分析するとか、そういった話にもつながるんですね、うんうん、で、まあ、データに関してなんですけど、でこれであの端めにで一番おっと最初にいきなり思ったのが、分析モデルの背後には数式があり、難解なものもたくさんあります。確かに難解なものも多いです、うん、しかしどんなに難解な数式であっても、それを作り出したのは人間です。人間が考え出している以上、その背後には設計の意図があります。本書ではその設計の意図に焦点を当てて解説することで、数式も徹底的に分かりやすく説明することにこだわりましたと。そうなんです。で、まあ、私が読んでて、まあ、ちょっと気になったところとか、うん、なるほどと思ったところをちょこっと紹介していきたいと思うんですけども、まずもういきなり序章の始めが、データは21世紀の石油という、もうまさにね、現在における一番大事な資源、うん、そうですね、本当に。ということで、読んでいって、最初に出てきたのが、最初じゃないですけど、ベクトルの内積、うん。ベクトルってね、高校生だと、まあ、2次元、平面と3次元やりますけども、うん、そこでベクトルの内積について、これは本当におおと思ったのが、内積は類似度であると。なるほどね、と思ったのが、内積の定義っていうのが、垂直だったら内積ゼロ。余計なことを、そうそう、垂直だったら内積ゼロね。内積ゼロ、はい。で、内積の定義は大きさかける大きさかける交差についた、うん。ね。で、同じ方向完全に向いちゃってる2つのベクトルって、角度何度？ゼロ。でしょ？角度0度の時って交差についたっていくつ？交差値1。1でしょ？交差についたのは一番ちっちゃくてマイナス1、はいはい、一番でかくて1なんですね、うん、だから同じ方向を向いちゃって角度0の時が一番でっかいです、うん、で君と僕みたく、ね、もうね、水と油、まあ、反対向きの人間同士だと、ね、内積の交差についたはいくつ、180だとマイナス1です、ね、そうすると大きさかける大きさが180の時は一番値がちっちゃくなっちゃう、うん、内積で同じ方向を向いてると一番でかくなる、うん、っていうことから、で角度がちょっとだけ違うぐらい、ね、だと、まあ、交差についても1に近いわけ、うん、そうすると、まあ、内積の値はそのまま、すなわち類似度を表す、うん、なるほどね、うん、で高校生までだと要素は3つ3次元だけども、まあ、N 行 N 列が出てくるぐらいだから要素が何個でも、うん、っていうことなんですね。そうですね、何個でも内積を定義して
ベクトルを定義して成分が4つと3つでもそうなってくるのがそのいわゆる N 次元の話なんです。そうなんです、結構使いますね、データだと。でまあ4次元以上だと我々の頭の中では想像できないけど、別に単なる要素を増やしたと思えば、なるほどね、でそれをベクトルとして、で類似度が高いと内積の値が大きくなると。そうなんです、なるほどと思いました、で次に出てきて、あこれも高校生と関係してるじゃんと思ったのがベイズの定理、ベイズの定理って聞いたことないでしょ俺も。ネットでお店を開くならでしょ。それ知らない。ベイスって。それは知らない。ベイスで売ってるでしょ。いや、カッタしないよ。で、ベイスの定理って一応青茶の数値にも出てくるんですけど、私はこの言葉を知ったのはここ 1、2年、で、まあでも単なる条件付き確率は別にベイスの定理のこの式なんかは意識しなくてもできることなんですけども、で杉山さんのこの本の中に例題が、赤玉と白玉出てくるんですけど、これは数が複雑だから、かえって数が複雑だから、直感じゃいけないと思って計算するからみんなできるんだけど、直感に頼ると間違っちゃうというのがこれ、丸×、表よりは丸×で丸○で××で、これで適当にこうやって混ぜてで、なんか1枚をこうベタってやるでしょ。で今×ですと、でこの裏が丸か×かって言った時に、これ昔ね、まだ LINE とか Twitter が流行る前に、Facebook でこの裏が丸か×かの確率を 50% だと言い張る人がもうね、何人もいて、その人たちにどう説得しても絶対納得してなかった。直感的にはだから確かにこの裏ってのは丸か×か、2つに1つだから 50% って考えたくなるんだけど、この裏は 50% だと思っちゃう。思っちゃうでもこれ裏は×の確率が 66.7% で、丸の確率は 33.3% しかないけど、もちろん裏の可能性もあるよ。アウトだから×だ。よかった。これ要するに見えてるものと同じものを言うと3分の2の確率だと、で反対を言っちゃうと3分の1しかあったの、はい、さっきと違うやつだからなんだ。あ、でも、あ、でも、ほら、あ、表より違う、表より違うから、これ編集でやってますね。っていうね、まあ別に何でやっても別に、もちろんいつかでね、っていう、でもこれ、どうしても納得しない人に納得させる方法としては、最初から見えたのと同じのを言うように決めろと、言うと結構納得するかもしれない。あ、で何回もやるんですか。いや、そうじゃなくて、同じものを言うようにしなさいと。同じものを言うか別のものを言うかどっちかでしょ、その2つにしてたね、でだとしたら、だって両面同じのが2枚、片っぽずつが1枚、だから3分の2で当たるでしょ。あ、本当だ、確かにね、っていうふうに教えると結構分かりやすく、おお、なるほど。最初に決めようという考え方なんだけど、まあその今のは直感だからつい半分って答えちゃうけども、この杉山さんの本の中では、具体的な数字で条件付き確率が説明してあって、で別にそのことじゃなくて、この書いてあったのが、この条件付き確率が難しいと感じるのは時間の流れと逆だからだと。順番にこの中の例っていうのは、A と B2 つの箱があって、A の箱には赤が3で、白が5、 B の箱には赤が1個で白が3個と、で A と B の箱は同じ確率、それはもう半分ずつの確率で選ぶと。でその時にだから順番で考えるのは考えやすいよ。だから要するにだから A の箱から赤が選ばれる確率はっていうと、2分の1かける5分の3、あ、じゃあ8分の3でね、で B の箱から赤が選ばれるよっていうと、2分の1かける4分の1ね、っていうふうに、順番に考えるなら誰でもできる。でもうじゃあ例えばある時子供が赤いボールを持ってたと、じゃあこの赤いボールはどっちから来たのかなと、いうのを考えるのが今の話、条件付き確率っていう話で、そうなるとでも直感、赤だったら上の方が多く感じる、ね、でしょ、その通りの直感通りでいいのに、さっきは半々と言っちゃったでしょ、ね、でこれもだからちゃんと計算すれば、もちろん16分の3と8分の1だから、あえて16分の2にすれば16分の2だ、3対2の割合ですよ、だから5分の3だ。でこの
条件付き確率がこの本の中でそう思ったのは、要するにデータ分析っていうのは結果から元原因を予測するってことなんですね、うん、そうなんです。だからそので条件付き確率はその結果から原因を予測するからこの考え方がしょっちゅう出てくるよという話で、まあ、それはなるほどなと思いましたといったところから、まあちょっと本当にわずかな例ですけど、うん、じゃあ杉山さん自身から。杉山さんが喋ってないっていう。いやめっちゃ読んでくれてて、見てこれ。ちゃんと。いやそれだから、森哲也買っただけで。読んだんで一応。さっき買ってたもん一生懸命付箋買って。はい、はい、というわけで、1年半かかりましたこれ書くのに。それはそれは。400、本当はこれ半年ぐらいで書いて、うん、250-260ページの本にしてくださいって言われたんですけど、うん、なんか1年半かかる。なんでそんなに売れたのかちょっと分析してくださいよ。なぜなんですか。いやだって結構難しい内容ですよ。結構、いや分かりやすいからかな。おいまだ出てないじゃん。いやもう発売されてない時からだってもう増産されてたから、うん、いやそう、なんかみんなすごく予約していただいて、これあれなんですよ、シリーズもので、はいはい、前にも3冊めちゃめちゃいい本が出てて、なるほどなるほど、前任者のおめでとう。そうなんですよ。初速は前任者のおめでとう。なるほどなるほど。でも出た後もまだちょこちょこやっぱちゃんと売れてるんで、まあこれ内容も良かったんだろうなと、やっと一安心、あやっと最近一安心です。というわけでぜひよければ、はい、これじゃあこれぜひあの概要欄にリンク貼っとくんで、あのそこからポチッと最初にねちゃんとね、はい、簡単なことではないっていうのね、あそうそうそう、確かにちょっと大変です、あなるほどっていう、うん、全部が全部分かるわけじゃなくて、うん、難しい意識も確かにたくさんあるんで、うん、まあ覚悟して読んでくださいと。私もあと残り100ページちゃんと読みます、まあ、ぜひぜひお願いします、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。この後杉山さんがちょっと授業してくれます。イエーイ。